みなさんこんにちは。私たち動物応援ユニットチクタムです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は私たちどこにいるかと言いますと、こちら群馬サファリパーク。イエーイ。位置についてよーい、ドン。アメリカ、エルクとバイソンです。おお、アメリカに入ります。アメリカ、あー、ここからアメリカだ。じゃあちょっとここはあの一般のマイカーが入れないので、はい、うちの乗り物でしか入れないから、はい、あ、そうなんですね。そうなんですね。特別に今回は見せていただいております。はい、おお、これがバイソン。バイソン、あ、バイソン、あ、すごい、え、やばい、え、アメリカに来た。アメリカだ。行ったことないけど、ここアメリカだね。バイソン、だいたい50頭前後ここにいますので、はい、すごい、たくさんいるんですね。あの、子供たちはあんまり変わらないんですけど、大人で言うと、顔が大きくて、髪型がおかしいやつ、髪型がおかしい、アフロヘアがすごいやつ、これが大きい。へー、手前のが亀裂、はい、この子女の子なんだ。あまり髪の毛が、はい、こんなに硬くしてない。あー、なるほど。あ、じゃあ結構分かりやすいかも。うわー、すごいすごい、目の前すごいすごい。わー、すごい、あの、喧嘩で折れたりするので。あ、そうなんですね。そうなんですね。やんちゃだ。かっこいい、野生だ。ねえ、うわー、あ、すごい、アフロ、わー、アフロだ、すごい、すごい、すごい、近い。こんにちは。こんにちは。こんにちは。目がすごい、大迫力だよ。どうしよう、もう近すぎる。うわー、すごい、すごい。こんにちは。チクタムの子供。え、子供なんですか。そうですね。中学生ぐらい。若い。でも顔が幼い気がする。そうだね、確かに。男の子ですか。これオスです。あ、オス。やっぱり。これもオス。あ、特徴的だ。あ、アフロ、アフロ。こんにちは。あ、花。花です。かわいい。優しい顔してる。すごい、すごい。窓が。あ、本当だ。窓が汚れました。かわいい。手前にいるやつで、お花のお茶っていうのが拾ってるやつ。あ、でかい。もう頭の大きさが全然違いますね。ルシだね。うん、すごい。どうなってるんだろう。骨を見てみたい。ねえ。あ、骨自体も。うん。はい。大きい。そうなんですね。顔が大きくないと目立たない。ああ、それがモテるってことですか。そうです。ねえ、そうなんだ。なんだ。なかなか女の子だ。ああ。で、分かるようになった。嬉しい。あ、かわいい。同じだね、女の子です。女の子だよ。本当にこれアップなしでこの距離。すんごい、すごい。ありがとう、ありがとう。大サービスだね。バイソン、ちょっと今まで怖いと思ってたけど、すごいかわいいね。優しいね。私の乗り物で、はい、時々休みっていうのがある乗り物があるんですよ。休み、はい、今日、はい、休みなんですけど、はいはい、プライベートツアーっていうのをやってて、はい、そのプライベートツアーでは、はい、今日窓を開けてますけど、はい、基本開けられないんです。そうなんで、普通は網のついてる車で行くんですけど、はい、今日はそれを
やめました。じゃないと、あの映像が撮れないので。ありがとうございます。で、普段はそのプライベートツアーっていうのだと、はい、あのぐらいの距離で網を挟んでちゃんと見れる乗り物があります。そうなんです ね、 ですね。じゃあ見ている皆さんはぜひプライベートツアーでね、はい、迫力を体験してください。もうこの隣の滝もすごいもん。ねえ、ねえ、ねえ、すごいすごい。で、こちらがエルク。ええエルクです。エルク。で、鹿の角って今出来上がったところなので。はい、そうなんですね。白い角のやつと、はいはい、そうじゃないのがいますよね。はい、あ、はい、あと角にゴミがくっついてる。はい。で、手前に、なんか我々一本ゼロっていう、はいはい、2年目の個体がいるんですけど、はい、角に毛が生えてますよね。はい。それが夏の状態。で、白い角が冬の状態。で、なんか個体によって違うんだ。やぶけかかってたりゴミがついてるのが、はい、白い角になるときに、はい、皮膚を破くって、その過程。すごい。そうなんだ。皮膚を破く。で、来年の春になると、はい、この角はもう使わないので、はい、勝手に取れます。うわー、おお、ポロリと。で、はい、4月ぐらいから1、5、6、7、8、5ヶ月で作り直しているのがこの夏の状態の角です。じゃあ、白い大きい角になるまでは、はい、何ヶ月かかるんですか？あれも5ヶ月です。全部5ヶ月。そうなんですか。大きさには関係ない。なんと。そうなんだ。すごい。あんな立派なの。ね、みんなこう大きくなってますけど。はい。もともとはこれ。これ今年の子供。あら、かわいい。かわいい。あ、くちゃん。こんにちは。この子が。大人になると大きく、どんな大人になるのか、どんな角が生えるのか楽しみですね。オスもメスもみんな生えますか？メスは生えない。メスは伸びない。伸びない。メスには角はない。あ、で、ちょっと白い点々があるので金子模様も子供のうちはみんな、はい、あ、かわいい。皆さん的にはバンビ模様ってのが分かる。はい、バンビ分かりやすい。で、次が日本の動物。お、日本の動物なんだ。すごい、ゾーンに分かれてるから、うん、見やすいですね。ジャパン、ジャパン。ということで、この動画もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは